大崎和樹 VS チョーク DPK センチャイジム。さあ石井さん、チョーク D、はい、ついに登場でございます。来ましたね。もう本当にタイで激闘と言われているほどの選手ですから、もう殴られようが蹴られようがもうぐいぐい前に出て、でその傷跡ですよ、顔が。でもう今回この、ね、日本でもう日本で過去2回やってますけど、もうガンガン今回も出るはずですから、そこの辺ね、一歩も引かないのはもう大崎選手もそうですから、もう壮絶な試合になると思いますよ。強い相手を連れてきてほしいとリクエストしたけど、びっくりしたらしいですね、大崎選手が本当に強いのを連れてきたと。やっぱこの本当チョークディー選手はですね、本当にぐいぐい前に出るこのスタイルはですね、本当ノックアウト向けだと僕は思ってるんですよ。なのでこれを本当に1ラウンドから目離せないです。ラーバン、さあゴングレス、おー、いきなり来ました、ローキック。挨拶代わりのローキックですね、はい。だどんな状況においても、もうなんか、まあ、一説ですとね、ムエタイというのはその、まあ、ポイントを取ったら結構意外に逃げに守りに入ると言いますけども、うん、このチョークではとにかくもうガンガン行くことしか知らないみたいですね、はい、うん、ローです。いや、もらってもやっぱ倒せばいいんだろうというスタイルですから、ボディ、もう本当に文字通り肉を切らせて骨を断つというのを地でいくスタイルです。いや、北さん、顔に170針って想像できます？顔だけでそんなに縫う場所あります？ないと思いますすごいですね、まあでもね、大崎選手もカズ選手ももちろんタイでね、何度となく経験を積んできています。あの今出したチョクディの左フック、あれは強いんですよ、ボディ、そしてフックです。まあ、大崎選手もね、過去の戦いで皆さんご存知の通り、まあ、連打、非常に重い打撃から相手をね、沈める力持ってますんでね、うん、ロー、うん、そして顔面にストレート持っていく、もちろんチョークディも返していきます。いいロー入ってますね、選手も奥足にローを打っていきます、チョークディ。大崎選手しっかりガードしますね、はい、パンチで入っていきますが、チョークディローを返していく。おお、ワン、ツー、スリー、最後はボディに打っていきました。あの左のローキックですね、チョークディ何発か出してますけど、あれでこう下に意識を向けてですね、あの大崎選手の右手を下げようとしてるんですよ。で下げさせて、あの得意の左フック狙ってますね。特にこのチョークディ左フック危険らしいですね、うん、もう一発で倒せるパンチ持ってますんで。おお、バックスピンキックですね。空手仕込みのバックスピンキックは本当に見事ですね。インタビューでも言ってましたね、うん、そのまあ、対人選手が知らない、うん、空手の技術を使っていきたいと、うん、これに火がついたか、チョークディ落ち着いています、大崎、はい、いいですね、うん、大崎選手ちゃんと下から上から、ね、ボディー、ワン、ツー、スリー、フォーまで行きました。よく見ています、残り時間30秒、ミドル、これ使ってボディ、さらにボディ、あった、左、大崎選手は徹底してボディ狙いですね、ボディ狙って、あの心を折ろうとしてますね。でもチョークディも石井さん、これもう打たれるの前提ですもんね、うん、彼は。そうですね、はい、ローもいい感じに入ってますね、うん、打たれても前に出ていくのがチョークディのスタイル。もしかするとこの連打想定済みかもしれません。おい、ナイスミドル、すごい、これが大崎の連打、ゴングに救われました、明らかにゴングに救われた、ね、タイミングよく、いやさすが、惜しかったですね。まあ、最初 あのローの蹴り合いでもやはり大崎選手の距離で蹴れてましたよね、でローを蹴って、チョクディが蹴り返してもあのスウェーして、避けてましたんで、まあ、はい、はい、大崎選手はね、このノックアウトのチャンピオンになるということと、あとね、ムエタイのルンピニーのね、チャンピオンになることを目指してますからね、うん、はい、でもこの辺のやっぱチョクディぐらいの選手をやっぱ倒しておかないと、はい、大崎選手を支持しています。そしてまた石井一世選手のリベンジに、そうですね、向けてもそうですし、あとね、なんといっても今日は第1試合で弟のコウキが金吉に敗れてるんで、はい、うん、1日に兄弟が2人とも敗れる余地はいきません。さあ、第1ラウンドは10対9、3人のジャッジが大崎和樹につけています。
これ聞かされましたよね、チョーク D ね、第1ラウンド、はい、聞きましたね、どの程度回復しているか。ローのフェイントで右フック入りましたからね。タイ人は反応がいいので、ね、フェイント引っかかりやすいんですよ。あ、それ聞きますね、はい、うん、だからフェイントをたくさん出していったわけですね、尾崎選手。あー、入りますね、うん、しかしバント、グローブを叩いて前に出ていきます、チョークディ。それで上警戒したらもうまたボディ来ますからね、そうですね、さらにこの胴回し回転で、ね、来ますからね、もう徹底してこの肝臓狙いですね、尾崎選手の後ろ回し蹴り。これ矢部さん、もうチョークディに締めるとどうすればいいんだという感じですよね。いやー、でもただキャリーありますからね、その辺は、まあ、うまくいなすというか、うん、はい、一応公式には78戦、おー、交錯する左ノック。いや、大崎の左のフックも負けていません、うん、はい、さあ首相撲、首相撲、首相撲、ここはブレイクです、うん、あのジャブいいですね、大崎選手、はい、はい、いや、大崎選手も乗ってきました、おー、うん、フェイント交えて、はい、強いパンチだ、肘、タレイチ、タレイチ、チョークディも肘を返していく、いや、組み合いも強い、さすが、この大崎和樹、ルンピニーで8連続 KO 勝利という金字塔も打ち立てています。ムエタイの戦いは熟知している、うん、いや、この矢部さん、この首相撲の膝の打ちはいいですね。いいですね。で、腕の回し方ですよね、内側を取るか外側を取るかで攻撃パターン変わってきますから、はい、残り時間1分、残り時間1分、おめでとう、しかし、うん、おー、掴んでからちょっと肘っぽい攻撃を見せましたね。あー、ただし、この肘は気をつけなければいけません、大崎和樹。ロー、入れた、ちょっと効かされた、チョークディ効かされました、うん、切りに来ましたかね、ちょっとローが効いて、はい、このローの距離嫌がってますね、残り時間30秒、この組んでからもわずかな隙間が空けばチョークディ肘を狙ってきます、内側にあった腕を外に回して肘を打ったりとか、ね、外にあった腕を内側に入れた瞬間に縦肘とかっていう巧みに使ってますね、やはりチョークディは、うん、ああ、これですね、残り時間10秒、まあ、逆に言うと効いてる証拠ですからね、はい、うんうん、そうですね、さあ、ここで第2ラウンド終了のゴングです、組合、大崎選手は油断しないことですね、ね、はい、そうですね、はい、やっぱりこのロー効かされてるからこそここでちょっと切ろうというね、うん、チョーク D の作戦があるのかもしれない、終わらせたいというね、切って、はい、T でテクニカルノックアウトででもいいかなということだと思うんですけどね、となると石井さん、やっぱ大崎選手どういうことを気をつけなければいけないんですかね。大崎選手はあるいはあの2ラウンド入ってですね、ボディが少し少なくなってきたんで、うん、はい、チョークディが入ってきた時とか、ローからボディつなぐとか、絶対にボディは嫌がってると思うので、チョークディは、はい、チョークディはそのボディを嫌がってるんで、もう組にさらに来ると思うので、チョークディ選手を支持しています。まあでも大地さん、はい、大崎選手組んでもね、がっちり組み返しますからね。そうですね、まあ自信があるからこそ多分組んじゃうと思うんですけど、うん、多分組んでる方が相手はやりやすいと思うんで、そこを離して、あの大崎選手はさっきの1ラウンド目の動きをしてほしいな、うん、っていう感じですね、うん、第2ラウンドは2人のジャッジが10対10のイーブン、1人のジャッジが10対9でチョークディにつきました。ただひょっとしたらさっきダウンギリギリだったんで、上を打っていけば倒れるかなっていうところでちょっとボディがおろそかになったというか感じがしましたね。オールを蹴っていくミドル、この左のミドルも強力です、チョークディ。ここはノーダウン、落ち着いています、大崎和樹。ミドルを打っていきますが構わず前に出ていく、チョークディ、うん、ノーモーションのストレート怖いですね、チョークディ。おー、ワイドリーバウン、後ろ回し蹴り、まあ、チャンスがあればこの後ろ回し蹴り、三日月などを狙っていきたいと言っていた大崎和樹です。さあ、また組みついていく
入ってきた時にボディ打ちたいです ね、 そうですね。これ今もうチョークディが積極的に組みに行ってますね、うん、肘、はい、これ大地さんやっぱここであんまり意地を張らないというか。そうですね、ジナドミ見せたあの 2連発のジャブとかも入ってやっぱり組みにくくなるんで、そうですね、あれですね、はい、いやもうローとボディが嫌だからこそ潰しに来てますもんね、そうですね、チョークディはもう本当組みの展開の方が今いいですね。でもちょっと大崎このラウンドはね完全に後手後手に回ってるような、はい、そんなイメージがあります。おっと来いとチョークディが今挑発していきます。いや圧かけてペースを握らせたくないんですよね。ここはチョークディも厳しいとは思いますよ。いやー菊田さん目の前でこの肘を狙っていくね、すごい狙ってるのがすごい伝わってきます。胴回し回転蹴り顔切られるんですよ菊田さんねえ。おっわあこの抑え、あ膝も来る。残り時間1分、残り時間1分、ワンメガ。ちょっとやっぱ大崎選手も削られてきましたかね。はい、そうですね。あのこの押さえ、はい、このワンツースリー、うん、ロー。しかし構わずチョークディ首相撲からの膝、そして肘も来る。うん、肘。うん、先ほどから狙ってた腕を取ってた外側の危ないですね、はい、やられる方は下からも突き上げられるし、外からも振られるんで防御しづらいんですよね。さあどうする大崎、これがいいですね。目が覚めたか、はい、なんとここから大崎がこの動きを見せる、うん、さあ野上さん10秒第3ラウンド、うん、チョークディは膝を狙う、肘どうする、ボディボディ、肘、ここでゴング第3ラウンド終了。恐ろしい、さすが激闘。ただ何でしょう、目が覚めたというのは無意識でやってるぐらいじゃないかっていうぐらい、ね、何も表情変わらなかったですね。その組んだ時の肘にもまでの持ってき方がやっぱりもう体に染み付いてるんですね、はい、はい、でこの組み方だとやっぱり内側から行った方がいいのか外側から行った方がいいのかっていうの体に染み付いてるんで、これも自然と考えてるというよりも自然と出た肘ですね。でも矢部さん、はい、あの倒れた後やっぱ連打ってやっぱボディちょっと嫌がってましたよね、チョークディね。やっぱり大崎選手もあの状況でやっぱ打って出るんです ね、 ね、もう闘争本能というかもうそこにちょっと感動しますね。やっぱファイターですね。さあ第3ラウンドは10対8、3人のジャッジ全てがチョークディにつきました。第3ラウンドにダウンを奪われた大崎和樹、盛り返すかそれともチョークディがこのまま沈めるのか。あ、肘ガードはしています。ここ止まらない、止まらない方がいいですね。そうそう、これですね。大崎としてはとにかく打たないと相手の肘が飛んできます。まあでもやっぱ打つとカウンターが来るのではないかという恐怖心もあるかもしれませんが、大崎が打たないとチョークディは肘を出してくる。ボディあれはすごくやったんですね、ボディは、ボディ効いてますよね。あのボディからローマに行きたいですね、ボディに合わせて肘も狙ってますね、ボディが入ると他のパンチ蹴りも当たってきます。この距離気をつける大崎監視振り覚えていく。いや肘でも体ごと吹っ飛ばされます。さすがチョークディ、タイの激闘その名は伊達ではありません。しかし菊田さん、これ大崎選手全く表情変わらないですね。そうですね、攻めてる時も守ってる時もその表情は変わりません。大崎和樹22歳、ちょっとローが欲しいですね。そうですね、セコンドもねやっぱ盛んにねローローとね、この後ですね、これこのコンビネーション、はい、うん、この後休みたくない、うん、苦しいとは思いますけどもね、はい、ダウン取られちゃってるんでね、このラウンドでやっぱ取り返したい。
さあどうする、詰めた、チョークディが詰めた、膝、肘が来るぞ、肘をこれくる、警戒はしています、大崎和警戒はしています、チョークディは狙っている、もうチョークディはもうこれにこのこれですよね、この作戦ですね、この作戦ですね、距離取りたくないんですよ、チョークディは、うん、あー縦肘出てくる、大崎もしかし前に出るチョークディ、大崎も肘を入れる、残り時間30秒、第4ラウンド、ボディもボディも詰められる、詰められる、いけ、チョークディも縦肘、膝、鋭く刺さる膝、ボディ待って待って待ってですね、大崎選手回りながらですね、残り時間10秒第4ラウンド、うん、さあ膝から肘、第4ラウンド終了、いやー削ってきましたね、チョークディ、ゴリゴリ削ってますね、ゴリゴリ削りましたね、もう5ラウンド目 もう同じようなスタイルで来ると思いますよ、チョークディはもうこ、まあどうなんでしょう、これでいけると思ってるのがこれしかないと思ってるのか、チョークディこれが一番あの戦いやすい戦い方ですね、あの大崎選手と戦う上で、はい、もうこれでいけば勝てるという、大地さん、そうなってくると大崎としてはやっぱりその、はい、ボディ、ロー、そうですね、コンビネーション、もう半歩距離を取りたいですね、うん、近い間合いじゃなくて、でも詰めますよね、チョークディがね、そうですね、詰めた時にボディまでいけたら多分嫌がると思うんですけどね、いやでも矢部さん、噂通りのチョークディ、はい、いやさすがですね本当に本当に作眼器ですね、マイク外してもうローダボディだって言ってましたからね、僕もはい、さあファイナルラウンド、今までのこのオープンスコアのジャッジではチョークディが押している、大崎は倒すか圧倒するかしかありません、大崎選手は止まんないこと、これ止まるとチョークディやりやすいんですよね、掴みやすいんですよ、はい、ああいう風に組んでやっぱりそのスペースが空くと肘、うん、ここですね、肘で飛び込んで組んで、さらに肘というチョークディ、さすがの組の強さです、うん、いやこれさあさあ膝が刺さる、膝が刺さる、ミドル追ってくる、先にそう、これ大崎のコンビネーション、ボディボディ、ローまで行きたいですよね、まあ一発では止められませんチョークディ、入ります、肘のレンジに入ります、ボディボディボディ、はい、ボディからやっぱりロー蹴りたいんですけども、ボディ打たれるとさらに距離を詰めてくるので、チョークディはだ、もしかしたらローキックが蹴りづらいのかもしれないですね、ローを蹴りたいんでしょうけども、ローを封じ込められてると、うん、でまたボディ打った後に必ず肘を下ろしてきますからね、今の回りながらいいですね、その後回りたい、うん、この組むと、はい、肘です、ね、油断しないことですよ、はい、さあボンコンビネーション、それでもチョークディは前に出ていく、まさに肉を切らして肘を打つ、変わりません、前に出る、まとわりつく、肘を打ち込むチョークディ、うん、回し回転切り、大崎も肘を打っていく、残り試合時間1分、残り試合時間1分、ファイナルラウンド残り時間1分を切っている、大崎選手攻めたいですね、攻めるしかありません、チョークディ PK 戦チャイチーム勢気を取り戻してきました、チョークディは流しに来ましたね、もう自分からはいかないんじゃないですか、はい、じゃあこうなる前に何とかしたかったんでしょうね、これもムエタイの戦い方、もちろん大崎が分かっています、ロー
ここはがむしゃらにいってほしい、もうある程度リスクを抑えしかしこれがあるから怖 い、ね、ジャブからおー、うん、ローでほとんどジャブなの見せなかったんですが、はい、ああいう風に戦われるとやっぱ入りづらいんですよね、時計見てますねそうチラッチラッとね、リング上で時計を見ています、そうなんですよね、ここで試合終了のゴング、判定になります、これは強かった、うまかった、チョーク DPK センチャイジム、まあ、まだこれからジャッジの判定がありますが、一度ダウンを奪われています、大崎和樹。やっぱりこれ、一つベースを掴んだら、もうそこに対する攻撃の集中というのは、さすがなものありますね。もうこれだと思ったら、はい、加えて離さないみたいなね。うん、しかも試合中の中でこう決めたというか、はい、ここだっていう老快というか、なんというか、うまいですね。さあ、判定結果です。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ岡林49対46青ソグリー、ジャッジ大狩り49対46、青チョークリー、北島が48対46、青チョークリー、以上判定3対0を押し出して、勝者アウトだ、チョークリー PK 先制ジャッジ3名全てがチョークリー捨てて3-0でチョークリー PK 先制ジムの判定勝利です。勝者のメダルが贈られます。噂通りの激闘王、交代のネジはありませんでした。圧倒しました、チョーク DPK センチャイジム。北さん、いかがでした？いや、なんか底力が見えましたね。見えたよね。でもなんか動物っぽいなって思います。なんか一個決めたらもうそこに行くみたいな、人間らしさよりなんか動物らしさみたいなものが見てきた、本能みたいなね。そう。そして矢部さん、はい、チョーク D、さすがでしたね。いや、本当にさすがでしたね。もう大崎選手も本当にいいコンビネーションも出てたんですけどね、やっぱ一つベースを握られるとそこを逃さないっていうのがやっぱりこのムエタイファイターの特徴でもありますからね。本当にもそうなんですが、やっぱり試合って怖いですね。怖いです、はい、一つがちょっとボタンを一つかけ違えただけで残酷な結果が待っていました。さあ、これからこのチョーク DPK センチャイジムがノックアウトに何度となく乗り込んできてタイトル戦線に絡んでいくことになるでしょうか。注目です。